からこの辺うろちょろしてるけど、どうしたの？何か悩み事でもあんの？恥ずかしがらずに教えてよ。あ？飯島蓮華って子を探してる？あんたが取材に来たお客さん？私があんたの探してる飯島蓮華だよ。いやー、探す手間が省けてよかったよ。てか、約束の時間より結構早く来たね。もしかして私に会うのが楽しみすぎて早く来ちゃった？いいよいいよ、言わなくても分かってるからさ。今日は私のことを話せばいいんだよね。オッケー。じゃあ早速話そっか。まずは自己紹介からいくよ。私、飯島蓮華です。エレンスゲ女学園の2年で、所属してるレギオンはヘルボルよ。実は私、中等部の時に旧ヘルボルで戦ったことがあってさ、かなりひどい思いをしたから関わりたくなかったんだよね。でもカズハがどうしても私の力が必要だって言うから移籍してきたわけ。あの子、ああ見えてかなりの野心家で、抱いてる夢も大層なものなんだけど、カズハならその大層な夢本当に叶えちゃいそうだなーって思ってさ、私もそれを近くで見ていたいんだ。あ、マジごめん、ちょっと変な話になっちゃった。そうだ、立ち話もなんだし、カフェでも行く？近くにケーキが美味しくて有名なお店があるから、そこでケーキでも食べながら続きしよっか。よし、そうと決まれば。カズハ、今からお客さんと一緒にカフェに行くけど、あんたも一緒に行く？あ、びっくりした。蓮華様、いきなり大声で呼ばないでくださいよ。びっくりするじゃないですか。だって私たちに気づかずに通り過ぎようとしてたからさ。